はい、皆さんこんにちは、マサでーす。って感じでね、はい、サムネにある通りね、はい、皆さんおかげさまでね、YouTube 始めてね、ちょうど1年経ちました。って感じでね、僕もね、ちょうど1年前ね、結構ね、いつもお世話になってる方のね、ライブで遊びに来ておられる方がね、たくさん結構ね、その頃 YouTube チャンネルやら始められたりね、その以前からやっておられたっていうのがね、知ってね、あ、皆さんやってんねんなーってね、気づいてね、それでね、そして去年の、だから1月ちょうど1年前ぐらいからね、どうしようかな、自分できるかな、まあ、ペースでやっていったらいいかなって感じでね、始めたらね、なんだかんだ言ってね、1年間、やることができましたって感じでね、一応ね、ショートも、含めてね、ただ一応365日毎日アップって感じでね、やってできることなんですけども、まあ、ほとんどショートのね、吉岡里帆さんダウンのみでね、やった1年な感じなんですけども、ほとんどプラモはね、なかなか難しいですからね、プラモ。本当にプラモのライブしながら作るっていうのね、よく皆さんできるなぁと思う。もう本当感心しますね。説明するだけでもね、もう頭がパニックってくるような感じでね、もう皆さんもう、僕よりも1段も2段も上の方ばっかりなんですからね。ちょっと、いろんな詳しいことを知ってる方ばっかりだからですからね。だから自分の得意じゃないけどもね。もうちょっと知ってるかなっていうおもちゃとかね。そっち側の映画とかね。そっち側の方ばっかりに走ってたって感じなんですけども。まだね。まあ自分のできる感じのプラモのことはね。まだぼちぼちやっていきたいと思うんですけども。ということでね。なぜ1月15日に、僕が始めたと言いますと、まあどうせ始めるなんてのはね、忘れない時がいいなと思いましてね、その時からまあ僕はずっと好きだったね、吉岡里帆さんのね、誕生日がね、この1月15日なんですよね、だからね、YouTube 始めたのも1月15日にしましたって感じでね、そして吉岡里帆さんも誕生日おめでとうございますって感じでね、で30歳になられたみたいなんですけどもね、30歳には見えませんです。ないんですけども、だからね、今年はね、アニバーサリーの写真集がね、1月15日に発売されてね、僕もタワーレコードで予約したんですけどね、まだ手元に届いてないって感じなんですけども、だからね、去年の暮れあたりからかな、結構このフラッシュとかね、プレイボーイとかね、結構表紙でとかグラビアとかでね、いろいろ、表紙を飾ったりね、あとアンガンもあったかな、アンガンは僕ちょっと買わなかったんですけどもね、そしてまあね、新しい、写真集まあ出たらまたご紹介したいと思うんですけども、僕持ってるのはね、このね、これが一番今の中では新しいかな、これもなかなかよろしい写真集なんですけどもね、そしてね、だんだんこれがその次ぐらいのかな、古いんかな、これもだんだん若くなっていきますね。そして一番古いっていうか写真集はこれですかね。まだ20代の前半ぐらいか、10代後半ぐらいの吉岡さんですけども、この時からね、よろしい感じの、今と違う感じのね、可愛らしさのある吉岡さんなんですけども、という感じでね、まあ、写真集はね、いろいろ買ってね、こうコレクションじゃないけどもね、置いてるんですけど、次の新しいやつかでもね、日っていうものかな、日々っていうものかな、まだその時は手元に来てないかよくわからないんですけども、その写真集まだね、タワーレコードさんから待ってるんですけども、ということでね、今回はこの1周年記念ということでね、めでたいことが起こればいいなーって感じで、今回はこの、ワンワンチョコでね、皆さんも僕の、アイコンがシーズーっていうのはご存知だと思うんですけども、シーズーが大好きなんですけどもね、ダブルの好きな吉岡里帆さんと、あとシーズーのもうこのカードが出たらいいなーっていう感じでね、
これを買ってきましたってね、うん、別に何でもよかったんですけどもね、うん、ガチャガチャでも何でもよかったんですけども、とりあえずね、シーズンのガチャガチャって本当にないんですよね。だからね、まあシーズン狙えたらまあこれしかないかなと思ってね、ワンワンチョコのシーズンを狙ったたいと思います。これはまだクランキーチョコみたいな感じなんですけどもね、カード入りワンワンチョコね、全40種類もあるからね、これなかなかシーズが出ないんですよね、これ。多分シーズ持てないと思うんです。ワンワンチョコね、ワンワンチョココレクションね、これ結構あるんですけどね、チョコワンワンチョコ以外にもなんかこういうイベントとか行った時のなんか、保護犬みたいなやつとかね、いろんなゲ、あ、これシーズあるんですけど、これワンワンチョコじゃないんですよね。こういうのがあるんですけども、シーズはこのワンワンチョコでは持ってないんですよね。あ、ちなみにこれは、これも出なかったですね。ステッカー回して、あれ、ガチャガチャで回してね、ステッカーが出てくるってやつでね、やつなんです、だったんですけども、これもシーズが出なかったんですよね。そして、今回はシーズが出たらいいなーって感じで、このワンワンチョコをやっていきたいと思いまーす。これね、あ、まあ、いきなり出てきよった。これは違いますね。これも可愛いですけどね。ミニチュアシュナイザーってやつですね。27番。ここね、ちょっとね、ここね、なんかワンワン、あ、なんか喋るワンワンシリーズなんですけども、お腹周りにご注目って書いてますけどもね、何のことでしょうかね。クイズがありますね。クイズ。ワン。ダフル、素晴らしいダジャレですね。ミニチュアシュナイザーの意味は何でしょうかって、答えはここにあるよって。前までこれね、ダジャレになってたんですけどね、これまたクイズに、ね、新しいシリーズになったのかな。まあシーズーが出たらいいんですけど、何でしょうかね。これミニチュアシュナイザーの意味は、答え、ここをこすったり、ね、温めたりしたらね、文字が出てくるって感じなんですけども、結構こすにはね、ちょっとね、結構強い摩擦が必要なんですけど、ドライヤーやったらね、一発なんですけども、シュナイザーの意味は、口ひげって意味なんですね。一つ勉強になりましたね。とりあえず、シーズーじゃありませんでした。はい。これはまた冷蔵庫に入れて、また食べと、後で食べたいと思います。これは柴犬かな、豆柴かな。こっちは、ミニチュアダックスかな。はい、2枚目いきたいと思います。シーズが出ませんね。というかね、シーズっていうかね、僕、シーズは買ってなかったんですけどもね、最近っていうかね、一番キンキンだったら、まあ、シパードを買ってて、でその前は普通の柴犬みたいなの買ってて、雑種ね、その前はね、白い、猫飼ってたんですけどもね、白い、ララっていう名前のね、キキとララからね、多分妹がつけたと思うんですけども、ララっていうね、猫も飼ってたんですけどもね、あ、違いましたね、こいつも可愛いですけどね、おねむなワンコシリーズ37番。ボストンテリア。ボストンテリアね。これも小型犬で可愛いですけども。ワンダフル、ココホレワンワン。ワンダフルクイズ。ボストンテリアのテリアの意味は、テリアの意味はって言われてもね、何でも知ってるわけじゃないですからね。わかりませんね。はい。皆さん、僕がこすってる間に考えてください。テリアの意味ね。ボストンテリア。何でしょうかね。って感じで。結局、2個しか買わなかったからね。あんまりチョコはね、食べるじゃ食べるんですけどね。もう無駄になったらあかんからね。あんまりまとめ買いとかしないんですけどもね。だから2個しか買ってなかったんですけども、やっぱりシーズは出ませんでした。って感じで。答えは何やこれ。土を掘るって意味らしいです。テリア。あ、だ、これ、ヒントになってんな。ここ掘れワンワンとな。これもさっきもせやね。なんか、お口の、
お花周りに注目、ご注目、うん、なるほど、うん、こういうカードが出ました、うん、はい、ということでね、今回はね、1周年皆さんありがとうございます、これからもよろしくお願いしますっていう動画と、吉岡里帆さん誕生日おめでとうございますっていう動画、そして、1周年ということでね、僕の好きなシーズーのカードをゲットしようっていう、企画だったんですけども、それはちょっとダメでしたけども、皆さんに温かくね、いろいろ見てくださったりね、うん、くださって、なんとか無事1周年迎えることができました。うん、またこれからもね、マイペースにやっていきたいと思いますのでね、皆さんね、このチャンネル同様、ライブとかで、他のところで見かけたりとかした時もね、よろしく、仲良くしてくださったら嬉しいですって感じで、うん、よろしくお願いします。ということでね、それでは、マサでした。皆さんありがとうございます。またよろしくね。それでは、またねー。